千葉県立千葉中学校、高等学校は、千葉県千葉市中央区葛城一丁目にある県立、中学校、高等学校。教学の併設混合型中高一貫校。通称は、県立千葉、県千葉、千葉校、千葉中。千葉県内の事情や、国内の変遷に合わせて変化してきた学校である。自主的で、教養を尊ぶ寄風があり、また、 生徒会がないのは全国的に珍しく特徴的である。1878年8月に千葉県市半学校校内に千葉中学校と称して創立。以来140年の歴史を誇り、歴史、進学実績、入試難易度などで県内主義を歩んできた。しかし県立王国と言われた千葉も2002年に東京大学合格者数で初めて、 渋谷教育学園幕張に抜かれ、2008年に千葉中学校を併設。ただし学校側は、進学実績を上げるためでなく、より自由で活発な環境を整えるためとしている。旧制中学以来の自分から物事に自主的に取り組む気風がある。1969年には千葉高生1名を含む4名の高校生が、 千葉高図書館に立てこもり、県警機動隊が投入される事件が発生した。生徒会は、立てこもりの生徒と討論会で解決しようとしたが、そういった学校内部の努力にかかわらず、県教育委員会により、県警機動隊が投入され、生徒会はその意義が問われることとなった。生徒により投票で、生徒会は解散することとなり、現在に至って、生徒会はない。 80年代後半から90年代半ばにかけて、年によっては、東大合格者数が公立で首位になるほどの実績を残していた。2000年代に入るとその半数ほどに止まっているが、現在に至るまで公立高校として枠主の実績を持つ。高校入試は、公立高校の中では、全国的に見ても難関であり、首都圏では2010年代後半以降も、県立浦和高校、 さらに都立日比谷高校や都立西高校等と並ぶ難易度となっている。また、中学入試では倍率が10倍ほどに及び、全国の公立中高一貫校で最難関ともされている。東大、京大、医学部をはじめ、難関大学へ多くの合格者を出している。2006年度より普通教室に冷房設備が設置された。定時制は2007年度から、 募集停止となり、三部制定時制を設置している、県立聖浜高校に2008年統合された。民主的国家社会の優位な形成者として必要な資質を得るため、社会に対する広く深い理解と健全な批判力及び一般的教養を要請する。自主的精神に富み、かつ自他の敬愛と協力によって、文化の創造と発展に貢献する円満にして、 豊かな個性を確立する。平和と人類の福祉に寄与し、真理と正義を愛して、勤労と責任を重んずる、実践力並びに健康な体を育成する。授業では教科書よりも教員作成の独自プリントを多用する傾向があり、中高の授業ともに高度な内容となっている。実力テストが高一で一回、高二高三で二回行われている。 また、インターンシップ、東京大学見学会、学部学科説明会なども行われている。基本として男子は、黒色の学生服。前を5個の交渉入り金ボタンで止める。男子の襟は、中、高ともに、爪襟とラウンドカラーとのどちらでもよく最近は、多くの生徒が、ラウンドカラーを着用している。女子は、明るい紺色のブレザーで中かともに、 交渉バッジを装着し中学生は襟元にリボンも着用する。男子に交渉バッジはなく学生服の向かって左襟にローマ数字の学年賞、右襟にアルファベットまたは数字の組賞の大きな襟文字バッジをそれぞれ装着する。襟文字の色は中学が黒色の尻尾を、高校が金色。中学では以前までこれに加え男女とも胸に プラスチック製の名札を装着していた。男女とも一部生徒はパーカーやトレーナー等を制服のもとに着用するなどのアレンジした着方で通学する者も,もいる。高校には指定のジャージはない。かつては白の横一本線が入った学帽が制帽として定められていたが製造業者の廃業により現在の規定にはない。普通校舎のほか、公道、図書館、美術館、 食堂、ビオトープなどの施設を有する。行動は、旧成中学時代の1927年に落成。図書館は、木造建築である。中学校専用の体育館。校舎は2010年度に新築された。2014年には、新運動場が、同窓会の寄付により、竣工した。文化部運動部千葉県立千葉高等学校に関する、カテゴリー。ありがとうございます。